会話力を上げるるために僕が意識していることどうも、セイラです。今回の動画では、普段会話の中でどういうふうに盛り上げたらいいのかわからないとか、相手とどういうふうに話を進めていったらいいのかわからないっていう時に、僕がね、どういうふうなことを意識して会話をしているのかということを話していけたらなというふうに思っております。で 会話において最も大事なことっていうのは実は何を話すのかっていう言葉よりも空気なんだよということなんですよね。ここをまず前提として持っておいていただきながらこの動画最後まで見ていただけたらなというふうに思います。 このチャンネルでは自然体で愛されるコミュニケーションの方法を解説しております。コミュニケーションがうまくいかない理由であったりだとか、僕たちが無意識のうちに持ってしまっている人間関係が悪化していくような悪習慣って何なのかっていうことを解説し、それをどのように対処していったらいいのかっていうことを解説しているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録をして他の動画も楽しんでいただけたらなというふうに思っております。では本題に入っていくんですけれども、会話がうまくいかない時っていうのは、 どんな時なのかっていうとですね、まあ相手と自分っていうそのね、二人の関係において会話をするときに、そこには必ず空気感というものがありますよね。すごく盛り上がっていて話がしやすい空気というものがある一方で、 ちょっとなんか全然話する空気じゃないなピリついてるなみたいな時もあったりするわけじゃないですかじゃどういう時にあなたはあ今話しやすいなって思うのかっていうとやっぱりそこの空気が盛り上がっていたりとか落ち着いていたりだとか安心の木で包まれている時っていうのは自分の話をしやすかったりとか本音が言えたりしますよねでも相手がピリついていたりだとかなんか話せる空気じゃないなみたいな時 もうあるわけじゃないですかそういう時って会話がなかなかうまくいかないんだよっていうところでだからいかに相手に気持ちよく喋ってもらうのかそして自分も気持ちよく喋れるような空気感を作っていくのかっていうところがすごく大事になってくるっていうことなんですよね。どういった会話をするのかっていうよりもとにかくあこの人にだったら話したいなとか。 あこの人だったら会話盛り上がりそうだなっていうその緩みというか安心感というかそういったものを作っていくということがまずは大事なんだよというところなんですよね。 で会話をする上ですごく大事なことっていうのは、まあ、空気を温めていくことだよということでですね、まあ、空気をしっかりと温めて温めて温めて話しやすいようにしていくみたいなのがすごく大事ですよということですね、まあ、体もそうだと思うんですけれどもやっぱりね温まってくる方が動きが良くなりますよねなのでそうやって自分を温めて温めて、まあ、関節とかもねそうやって温めていくことによって動きやすくなったりだとか うん、足とかもね、ちゃんとボーミングアップしてる方が早く走れたりとかってするのと同じで、会話っていうのも、やっぱりその空気を温めていくということが大事になってくる。そうやって空気が温まっていて、安心の気で包まれているから、相手を話しやすいし、自分も話しやすいし、なんかね、いいアイデアが降りてきたりだとか、楽しい話題が降ってきたりとかってするのも、やっぱりそこの空気がね、えー、そうさせるんだよということなんですよ。 うん、なので、このね、空気を温めていくということが、ものすごく大事になってくるんですけれども、じゃあその中で僕が常に意識していることっていうのがあるので、それを紹介していきたいんですけれども、それは、常に隙間を埋めていく意識を持っているよということなんですね。常に隙間を埋めていく。 うん、これどういうことなのかっていうと、例えば話をしてるときにシーンってなる瞬間ってあるじゃないですか。そのシーンってなった瞬間っていうのはどういうときなのかっていうとい、一度その空気がスッてゼロに戻ってしまうような感覚なんですよね。なんかこうブワーって盛り上がっててシーンってなってしまうと、次話すのでちょっときつくないですかなんかおっくうになりますよね。だからそういうふうに一度空気が止まってしまうっていうのは結構その,その場の空気が冷える瞬間というか、 一度こう停滞してしまう瞬間になってしまうということなんですよね。 だから、そういった隙間の瞬間に、例えば、合図を打ったりだとか、そういうふうにこの空気を温めていくために、薪をくべていくようなイメージっていうのを僕は持っているんですよ。だから、相手が話している時っていうのも、孫でずっとじーっと相手の顔を見てるだけだったら、話しづらいですよね。あなたも何か話をしている時に、相手がじーっとあなたの顔を孫で見続けていたら、この人話聞いてるのかなみたいな感じでね、話しづらくなってくると思うんですよね。ちょっとピリついた空気になりますよね。でも相手が、へそうなんだ、とか、え、それどうな たのみたいな感じですごく興味を持ってくれていてすごくね相槌を取っ,ってくれているとやっぱりあっんかこうしゃべりやすいなみたいな感覚ってあると思うんですねこれってその自分が話をしてその間にある空気っていうものを盛り上げるために埋めてきてくれてるってことなんですよ相手がね。うん、自分が日を着火した時にそこにこう薪をくべに来てくれるイメージです。そんな感じで会話が盛り上がっていくからだからな何ていうかなどん,どん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 その 空間っていうのが盛り上がっていくんだよ。というところででこの相槌っていうのも僕は結構お餅つきであるじゃないですか。お正月とかにこうお餅ついたりしますけど、あのお餅つきの感覚にすごい似てるなって思ってて、あのもう落ち着く時って。 はいはいってあのね、あなて言うのなんか木のハンマーみたいなやつで、あの、バーンって叩いていくじゃないですか。で、その横で、こう、はいーって言って、こう、水を手につけて、く,っくるっとひっくり返す人とかいますよね。で、そのなんか2人とか3人ぐらいのやりとりでお持ちって続いていくじゃないですか。でもあれってタイミングがずれてしまうと、あの、手に当たってしまうので痛いみたいな、なってしまいますよね、まあ。そうやってすごくこう、呼吸が大事というか、 パーンって叩きました。はい、ひっくり返す。パーンって叩きました。はい、ひっくり返す。みたいな、あの感じにすごく似てるなって思ってて。だから会話もそうで、相手が話しました。その話した、なんていうかな、分節というんですかその喋った時の、ちょっと次の話しするまでの空間に、その隙間に、うんうんとか、ああ、なるほど、とかって言って、まあ、ちょっとでもいいから、そうやって言う をくくべていくっていうのを、えー、していくっていうのがすごい大事だなっていうふうに思っているので僕の中ではそういったイメージはあの餅つきとあの火をボうボうってほう燃やしてる時に薪をくべていくみたいなあのイメージで会話をすると非常にその空気その場の空気が盛り上がっていきやすかったりとか相手がすごく話しやすい、えー、リアクションが取れるようになるなっていう風うな実感があるんですよねで実際僕はやっぱね人と話す時とかもすごくリアクションがいいって言ってもらえることが多いしあの 話しやすいいいよって言ってて言ももらうこことととかも最近はありがたいことに多いんですけど、でもそういう時ってやっぱり自分がまあ意識今最近はねもう無意識にできるようになりましたけどやっぱりそうやってこうその場の空気っていうものを維持しようとか相手がよど,どうしたら話しやすくなるかなみたいなことを、えー、考えてた結果なんか自然とできるようになったなっていうのがあるので,でこの常にですねこの隙間を埋めていく意識っていうのは、えー、大事にしたらいいなって本当とにすごく思いますね。うん。 だから、まあ、常に、えー、普段からやってほしいことっていうのは、やっぱりこの場で自分で何ができるのかっていうのを考えて生活することだよなっていうふうに思うんですよ。で、これは別にあの会話だけにあの限らずですね、えー、普段からじゃ仕事をするのであれば、あ、この職場で今自分はどこにすって入ることによって、あの、 なんていうかなこの場がより盛り上がるかなとか、えー、より仕事が進むかな、スムーズになるかなとかあ、この会話において自分はどのポジションで話せばいいかな、みたいなことを、えー、考えていくっていうことなんですよで。そうやって隙間をどんどん埋めていく。今この場ではどういった存在が欲しいかなとか、あ今この場ではなんかあちょっとこう空気硬いからなんか笑わせた方が、 笑わせてくれる人がいた方がいいかなみたいな感じで僕結構考えるんですよね。うん、だからこう会話の中で、あこうまあ、わーってこう話がもう盛り上がってる。ちょっとこうね、例えば誰かが怒られたとなったとしたら、怒られてこうピキッてこうね、こうシーンとする時に、怒る人っていうのはやっぱり怒るという役割に徹さなきゃいけないから、だからその時にやっぱりこう怒りながら笑かすのはなかなか難しかったりするじゃないですか。でも 怒ったことによって、周りがピキってなりすぎると、その後の仕事がはかどらなかったりだとか、えー、怒られてるっていうのは強すぎると、あんまり入らないですね。人ってね、心にあんま入らないから、そこでちょっと空気を緩めるために、ちょっとしたね、あの、冗談を今言った方がいいのかな、とか。うん、だから自分はちょっとこう、 空気を温める側にならなきゃいけないなとか何か言いたいことあるとかフォローに回った方がいいなとか自分の角度からだからイベルエピソードをしゃべった方がいいかなみたいな感じでこの場で自分には何ができるかなってことは結構考えるようにしているんですよね、うん、なのでそうやってあ今自分ってこの場においては何をしたらいいかな何をすることが今この場で役に立つことに繋がるかなみたいな風に考えるようにしていると いうところなんですねだからそのために相手のことをもっと感じたりとか、えー、いつもこの人ってどんなペースでなんか喋ってるのかなとかどういう時に喜びを感じるのかなとかも、えー、しっかりと感じて観察して、えー、その中であこの人には今こういうこと言った方がいいかなとか、うん、あこの人との会話ではこういうことをしてあげた方が相手喋りやすいかなみたいなのも、えー、考えていくと考えていくというかなんか,かん勝手にね覚えていくみたいなところが あるのでなので常にあこの人としゃべる時はどうしたらいいのかなとかあこの空間では何をした方がいいかなあこの仕事場では自分をどこのポジションで回した方が円滑になるのかなみたいな風に常に自分がどこにスッて入ることによって周りが楽になるのか楽しくなるのか空気が温まっていくのかみたいなことを、えー、考えていくとすごくねあの会話も盛り上がっていくし、えー、普段からねこう自分のあなんていうかな周りとの関係性っていうのがすごく良くなっていくと思いますので是非、えー、意識してもらえたらなという風に思います。 でですねあの今回からちょっとですねこう関連した名言をね話していこうと思っていて「今日の名言」というです、ね、コーナーを作ってみましたなので最後にですね今回の,あの話をね、まあ、総括というか、うん、ちょっと表す名言を話させてもらおうと思うんですけど「人は自分たちの理解できないことを軽蔑する」 とということでですねあのまあ僕たちはですね、やっぱりこう人のことを理解していなかったりだとか、相手のことを感じられていないからこそ、相手のことを遠ざけてしまうものだしね。うん、相手のことを知らないから、えー、会話が盛り上がらなかったりとか、ああ、それ全然自分には分からないよ、みたいな感じで判断してしまったりとかってして、せっかくね、本来だと繋がれるところで繋がれないみたいなことが起こってくるものなんですよね。なので、まずは相手を感じる、理解する。 相手の目は自分の目だと思って、相手の耳は自分の耳だと思って、えー、そうやってですね、本当に相手の立場になって、相手を感じていくことができれば、会話力も上がっていくし、人との関係性、人との心の距離っていうのもどんどん近づいてくると思いますので、えー、ぜひですね、えー、相手のことを感じて、うん 会話を盛り上げていって空気を温めていくっていうことをですね、意識してもらえたらなというふうに思います。で、このような感じでですね、まあ自分の、えー、心の状態であったりだとか、自分がどのように普段から生きているかっていうのがすごく人間関係にもコミュニケーションにも、まあ恋愛にも仕事にもなんだって繋がってくるよっていうことなんですけれどもで、そのね、心の状態をどのように整えていき、どのような心の状態になっている人が えー、まだコミュニケーションがうまくいくのか、みたいなところを解説しているのが僕の LINE コラムになります。具体的には自分をブランドにしていくという方法について話していて、あなたも知っていると思うんですよ。ブランド、例えばナイキとか、ルイビトンとかね、えー、シャンネルとか。 まあ、いろんなブランドってありますけど、そのブランドって、もうそのブランドなだけでみんなから愛されていたりするじゃないですか。で、そのブランドってどのように作られているのかっていうところを知っていたら、実は人って自分自身をブランドにしていくことが可能なんですよね。で、その方法を LINE コラムの方では詳しく解説していますので、もし興味がありましたら、動画説明欄の方から LINE コラム参加してもらえたらなというふうに思います。ではですね、今回の動画最後になります。ご視聴いただきありがとうございました。失礼します。